プロポーズの紙芝居で小室を踏み抜け。皆さんがどんなプロポーズをしたのか、そのエピソードを紙芝居で発表してもらいます。このステージでは2名を退場させていただきます。マジでこれ危ないな、やばい、大事、これ大事。トップバッターはフルポン村上。村上が彼女に行ったプロポーズとは、心地のいい夜があってなんだその入り方読書家とは思えねえな。いや、心地のいい夜があったんですよ。なんだよ、まずね、家にそうそう、うん、で家にいたんですけど、せっかくなんでちょっと月光浴しないというふうに。月光浴すごいことあるって言って外に、で、まあ言ったらブラブラね、外歩いてたんですよすごい月を見て2人で歩いて、まあ夜風気持ちいいねなんていう風に普通に何でもなく歩いてただけで、その時に月を見てる彼女がもうすっごい綺麗で、ちょっとこう見てたのずっと。したら彼女が気づいて、え、何って言うから、いやいや、なんかあんまり綺麗だから思わずプロポーズしそうになったわって言ったんですよ、ジョークで。そしたら彼女が、え、しないんかいって言って、おー、なんかで、いやいや、え、してもいいんですかって言ったら、彼女が、月のせいじゃないならねっていう途中までよかったけどな。さすがにない、これは村上劇場、さすがにないなら、これはないわ。で、それで、結婚してくださいということで、はい、ということで、というのがプロポーズです、ね、これは村上さんね、味付けが、ね、創作するつもりなくしたという感じですね私ちょっと途中までめっちゃキュンキュンしちゃって、うん、うわーって思ったんですけど、うん、だから私リアルなのかなって思ったんですよ。でもそれを村上さんはストレートに言うのが恥ずかしいから、最後ちょっと奥さんが変なこと言ったっていうのを自分でちょっと味付けしたのかなって、え、信じてんの？思っちゃったんですよ。ちょっと信じちゃった。あ、そっちね。そう、その絵に力を入れてない感じも、頑張って取り繕ってないのがちょっとリアルな気がしてきちゃう。頑張って作ってない感じが。まあなあ。なるほど、立ち振る舞うな、なんかずっと。立ち振る舞うなってなんの？でも自分がプロポーズを紙芝居にしてって言われたら、ちょっと少なめで行きたい、恥ずかしいから。そうですよね。でも最後の一言だけはなんかボケたいっていう気持ちがあったのかなそれはお見抜かれるの恥ずかしいけどはい、私も心地のいい夜で何そのありがた、同じ日で、彼女が子供の頃から合気道やってて、うん、合気道の道場に僕が迎えに行って、で、その時に公園に行ったんですよ。彼女が話がある、夜ね、話がある、で、ちょっとただならぬ雰囲気みたいな、こういう話があるのみたいな、いや、今もう言ってたじゃん、めくらず口で言ってたじゃん、もう言ってたし、もう話があるのって言って、え、何何言ったら、え、そう、え、ごめんね急にみたいな、本当にごめんみたいな、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、ちょっとこれぐらいかな、いる、あ、いた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 、いるんかって言ったから、こっちに行けって、こっちから抜きますね、ごめんね急にって言って、え、え、ねっつって、今今日晴れてよかったね、とにかく、え、どうしたのどうしたのって、いや、言わなきゃいけないことがあるみたいな、え、なになに、あ、落ち着け自分みたいな、かわいい、そう、かわいいです、あ、え、気がつく、え、ちょっと、え、落ち着いて、あ、緊張するみたいないいよ、いいよ、何何そこで何何何、緊張するいいよ、いいよ落ち着きのいいよ、やんなくて、落ち着きの深呼吸、いい合気に反してもあなたと結婚したい、これです、最後、合気道の道に反してでもあなたと結婚したい、反して、逆プロポーズ、逆プロポーズです、これ、合気道の道場が結婚禁止の道場ってこと、いや、合気もいいけどあなたもねって言いましたどういうこと、カレーだな、あれカレーだな、ちょっと待ってくださいね、聞いたことない、変える、さっきの金太郎でやってみていいですか、やってみるって絵を出すってこと、金太郎の写真で、金太郎の写真で出せる、いや、これ、うん、あ、話があるの、金太郎じゃん、これ金太郎さん、うん、あなたと出会って数年嬉しかったわ、うん、一言いい、あなたのことが好き言うね、え、結婚して、うん、少なめ話変わったじゃんいや、知らないお笑いやらないで、
ほんとさ、何やってんだよ、しくじり先生なめんなよ、ほんとに。この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。